はいどうも、カピジンです。こんばんは。えー、昨日はですね、えー、2000人達成のライブ、記念ライブ配信、えー、来ていただきまして、皆さんありがとうございます、えー。今日なんですけれども、ちょっと緊急動画告知でちょっと、えー、配信させていただきます。えー、今回なんですけれども、アジサイ劇場、えー、12月の25日で、 うん、一旦閉幕という形になるんですけれども、そして昨日もあのライブの時僕言っとったんやけど、12月の25日終わって一旦新潟の方帰って、それからまあ正月明けてからですね、あの大阪とかその、まあそっち中国方面、九州方面の方にちょっとゲスト出演で降りていこうかなとあのー、思ってたんですけれども、まあ、なんとですね、えっ、ー、と緊急でえっ、ー、と舞台公演先があの決まりました。 前からちょっと話の方はですね、してたんですけれども、ずっとちょっと連絡がなくて、向こうもいろいろ考えててくれたみたいでございまして、えー、決まりました。なので、まあ、とりあえず1月公演はですね、えー、お休みではなくて、1ヶ月公演が決定いたしましたので、お知らせさせていただきます。よかったやった やったやった休みじゃなかった。でもね、年末ね、ちょっと忙しいんですよね。あのー、バタバタするんですけれども、一回、一回新潟の方にはね、ちょっと帰らんといけんくて、いろいろに、まあ、あの、確定申告やるならめんどくさいこの、この計算、グリ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 ってやって、提出せんといかんのでね。まあ、一回帰る分は帰るんですけれども。はい。えー、でね、えー、場所なんですけれども、えー、最近またあのー、やり出したところでございます。 えー、愛知県内にあります公園場所、えー、天白区、愛知県の天白区にあります、平張東海健康センターというところ、えー、以前もですね、昔にも10年ちょっと前ぐらい乗ったことあるんですけれども、えー、そちら、1ヶ月公演、決まりました、新春公演です、1月公演、えー。1月の1日、元日、えー、舞台スタート、初日公演が始まります。 はい今日もですね僕あの舞台終わってからすぐにあのちょっと話の方をちょっと行ってでまああの社長さんといろいろと打ち合わせして話してポスターもお渡しして、まあ、ポスターも多分もうあの館内にあの飾って貼り出してくれてるとは思うんですけれどもはい、えー、そして、えー、話をしてまあまた興行士さんの方もね話してあの入るようになりまして。 えー、もう久しぶりの平張東海健康センターでございますので、また、あの、近くの方はですね、えー、ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。えー、で、料金の方もです。あの、確か、あの、だいぶ安くなってたんだと思うんですけど、確か1200円やったかな。1200円でお風呂と、えー、舞台の方も見れるようになっておりますね。はい。はい、そんな感じです。で、開演が確か12時半って言ったかな。 確か12時半って言ったはずなんですけど。で、3時半ぐらいまであるのかなか3時か。うん。で、夜の部がありまして、夜の部は舞踊章のみです。舞踊章が5時、5時から、夕方の5時から舞踊章、1時間だけね、あります。で、終わって、もう舞台公演はありません、その日は。なので、2部構成ですね。 まあ、昼の部、お芝居、舞踊章、そして、えー、休憩入っての5時から、1時間の舞踊章という形になっておりますので、で、平張り東海健康センターもね、リニューアルして、あの、新しくなって、あの、やっておりますの、健康センターも。またね、あの、お客さんもどんどん、あの、増えてきてるみたいでございますので、またあの、この動画見てですね、平らり健康センター、お足を運んでください。またあの、いろいろあの、館内、えー、健康センターでございますんで、 まあ食べるものも,もちろんいっぱいありますし、あ、LED が、ライトが消えた充電が、<laughs> 暗くなったよね。ああ、食べるのはあるんですけど、居酒屋とかですね、いろんな店舗も入ってますんで、2階とかもいろいろありますし、なんかジムみたいなのもね、あるみたいでございます。もちろんあのお風呂も24時間営業でございますんで、えー、ぜひぜひ皆さん、あの遠方から遊びに来ていただけたらありがたいです。 はい。まあ、が、頑張ってね、久しぶりの平張り東海、えー、頑張っていきたいと思いますので、もうほんとね、これ緊急で、あの、撮っておりますんで、もうカットなしそのまま、あの、カモが何しようが、そのまま上げておりますんで、はい、ご了承ください。まあ、いつもカミカミでございますけれども。<laughs> まあ、でもね、嬉しいよね1。1月急遽ね、決まったんでね。 でまあ明日が「あの集まれジ人の森の紫陽花劇場」ねあのクリスマスオフ会でございますんでねえまた明日もねあのキャンピングカーの人集まりますしまあちょっとずつねあのキャンピングカーの輪を広げていって、えー、大衆劇劇団神楽またね見ていただけたらなと思いますし、えー、それとまたですねあの社長さんにはちょっと話はちらっとしたんですけれども。 えー、東海平張り健康センターで、えー、1月ですね、僕ら1ヶ月公演しておりますので、その時に、えー、キャンピングカーオフ会の方を、またあの、ちょっと日にち僕決めて開催しようかなと思います。あの、駐車場もだいぶ広いんですよね。広いのがあるので、あの、第二駐車場になるのかなあの、台数集まれば。うん、なので、爪詰爪め詰めで入ったら多分30台、 以上来るる入れると思いますでもちょっとね坂に斜めになってたりする場所が多々あるのでうんあのー、レベラーね持ってる人はレベラーいると思いますけれども初めてのね多分平張東海健康センターでの集まれカピジンの森、えー、オフ会できそうでございますのでこれもあの了解済みでございますんで何日かに決めてちょっとやろうかなと思いますんでねまあその時にはちょっといろいろ まあそのオフ会に集まった人だけの限定でちょっと勇退な感じのもなんかできたらいいかなと思うわけでございますけれどもまあそれはそれであの決まってからですねちゃんとしっかり動画告知つ森のオフ会来年の新春公演のね あのまあ、新年会じゃないけど熱森新年会オフ会、まあ、できたらなとは思いますので、えー、ぜひぜひまたあの動画の方チェックしといてくださいよろしくお願いいたしますということでございまして、まあ、ひとまずは平らり東海健康センター1月公演でございました、えー、あとはですねあのー、言っとったかな動画で どうかわかんないんやけど、あの全部ちょっとお知らせしときます。1月が平成り東海健康センターで、で2月公演なんですけれども2月がえっ、ー、と栃木県に行きます。カピリン栃木に行きます、えー。去年も行きました。えー、栃木県の府入歌舞伎村 というところ、1ヶ月公演、えー、2月公演行かさせていただきまして、そして3月公演に、今度、茨城県でございます。茨城県の、えー、岩瀬城というところですね。岩瀬城。こちらも、以前僕、昔に行ったことあるんですけど、一度。はい。えー、こちらですね、3月公演行かさせていただきます。えー、メインがですね、えー、学び座さんでございまして、はい。えー、2代目、えー 二代目、えー、三御影愛座長、はい、でございます。そして、指導の島崎久恵。 のですね、あのー、劇団神楽1ヶ月ゲストみたいな、まあ、応援みたいな感じで、えー、一緒に、ね、乗らさせていただくようになっておりますそして4月公演がですね、えー、僕単独劇団で、あのー、毎年行かさせていただいております、えー、新潟県魚沼市の上湯温泉クラブというところです温泉施設ですね、えー、こちら、まあ、1ヶ月はしないんですけれども大体20日間ぐらいかな の公演になると思いますそして5月公演なんですけれども5月公演はあのまた大阪の方に帰らさせていただきまして大阪は生野区にあります「M スタジオ」というところなんか昔の水車小屋の。 ところかなうん。に、あの、エムスタジオっていうのが、今、あの、歌詞、まあ、劇場みたいな感じになっておりまして、そこに初公演でね、載、えー、させていただくようになっておりますので、今のところそこまで決まっております。またね、決まり次第、ちょっと随時お知らせしていこうかなと思いますので、えー、ぜひぜひ皆さん、お近くの方おりましたら、えー、劇団神楽遊びに来てくださいませ。えー、もう、息子たちもね、えー、大きくなりまして、 えー、お芝居舞踊書も毎日出て頑張っておりますので、えー、どうぞどうぞ是非見に来て感激来て、えー、楽しんでいただけるように努めてまいりますので。 ぜひとも、また来年ですね、お会いできる方もいるかと思いますので、えー、劇団かぐら、神野康、えー、劇団かぐらでございます。あと、集まれカピジンの森、キャンピングカーオフ会の方も、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、まあ、とりあえず緊急のね、えー、速報動画でございます。本当に今日決まったばっかりなんで。 はい、もう多分あの副座長の方もあの SNS であの決まったっていうことを挙げてると思いますけれども是非ですねまた皆さん拡散していただいて遊びに来ていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうカピー